はい、じゃあ今日は、このキックターゲットのネットを使ってキックターゲット大会をしたいと思います。イエーイ。はい、前回はフリーキックの、形でやったんで、今回は、パスして落としてダイレクトシュートっていう、ちょっと難しくなったんだけど、それでやっていきたいと思います。じゃあ今回も黄色チーム対ピンクチームで分かれてね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回はここ10点、黄色と緑10点、そしてここもちっちゃいから黒5点、あとは全部1点、こんな感じでやっていきたいと思います。響き、さあスタートしました。お、来た、何点、13対14、1点差。さあ13対14で1点差です。さあ来たか、アメフト選手。お、アメフト選手決めた。これで15対13、2点差。
ウェイ16対13。まさか惜しい。お、17対13。さあまたピンクが離していってます。さあ、お、いや意外とあのパターンで入るからな。 5に、あー高い。さあ頑張れ。はい、え、残念。さあなかなかね、このキックターゲット初心者はね、これ決めるの難しいから、やっぱ響きぐらいね経験者じゃないと。あ、響きチャンス。おっと、入った？入った。よし、何対何？17対14だそうです。おお、また決めた。いくつ？15対17。2点差。さあ地味に抜かすのか。おっつ、惜しい。さあ地味に抜かすのか、大きく抜かすのか、果たして。惜しい。さあ大きく抜かせるのか。お、惜しい。さあ地味な戦いになるのか。できれば派手な戦いが見たいところです。惜しい。残念。あ、入った。さあ17対16か。これでもう一回やってみよう。さあ1点差、ピンクがまだリード。惜しい。お、18対16。落とし優しくね、優しくね。もう一回やってもいいよ。パスが変だったらもう一回やってもいいよ。さあなんだっけ、今2点差でピンク。さあ頑張れ黄色、逆転しろ。これな、結構な編集するの大変なんだよな。まさか、おお決めた。19対16。低いとこ狙うなよ。うまい。20対16。さあ次10点か5点入ったら終わりにしよっかな。今何対何だっけ。で黄色が負けてんだよね。で黄色が5点か10点取ったら勝ちじゃん。さあおっと1点。今いくつ。17対20で3点差。もう一回やりな。さあおしい。さあ5点か10点が入ったらそっちのチームの勝ちです。お、いかない。ネット直しとけよ、勇気。もう一回もう一回。さあ入りませんね。惜しい。お、決めた。21対17。惜しい。あ、20対18か。20対18。お、チャンス響き、ゴール。ただいまの勝負、ピンクチームの勝ち。何対何だっけ。すげえな。ちょっと響きヒーローインタビュー。今日ヒーローインタビューだね、響き。響選手、10点を2回決めましたが、なんで今日はそんなに決まったんですか。前やった時にちょっと最後ら辺にコツ掴んで、だから今から今日やって
前のコツが蘇ってきたから経験値ですか。はい、ああ、じゃあみんな拍手。よーし、はーい、はい、それでは今日はね、キックターゲットの第2回ということで、落としの、シュートをやってきました。で、今見てても、まあ、まだね、正確に蹴れてないなっていうところがあって、例えば狙ったところに行ってなくて、それでシュートがね、定まってないっていうのもあるから、やはり、まあ、こういうねネットを使って、楽しんで練習していけたらなと思います。以上です。ありがとうございました。